ファイヤーエンブレム無双。はい、どうも皆さん、こんにちは、ヤヨンでございます。ファイヤーエンブレム無双、やっていきましょう。今回でですね、ついに最後の、追加ダウンロードコンテンツ、ファイヤーエンブレム覚醒追加パックが、やってきました。そしてレベルが150とかになったんだね。すげえな、そんなにやれてねえよ、全然ね。ということで、セーブデータを選択してください。やれば出てくるかな。お、出ました。ヒストリーモードには新しいマップが追加されました。ウードがプレイアブルになりました。ウードはまあね、本編でもプレイアブルではなかったけどね、まあ出てましたからね。まあ覚醒としてウード一人、よろしく頼むわね。そしてサーリア、まあね、覚醒の追加と来たらね、サーリアが来るとはまあなんか予想はできてたけどね。ね、軍で一番ね、スタイルがいいサーリアですからね。サーリアがプレイアブルになったと。よろしくお願いします。そしてね、まさかのオリビエも追加ということで、この3人が追加になりました。ロンクーは出ませんね。小安枠はゼロとファウダーとナバールだね。覚醒枠はファウダーに取られてしまったため、ロンクーは出なかった。うん、他の、なんだ、他の覚醒も人も全然出なかったね。この3人だけでした。じゃあちょっとね、使っていこうかな、1人ずつ。ヒストリーモードが追加されたんで。いや、全然やってねえな。これか。この3つが追加されたね。あー、これウードが仲間になるところか。このマップとかも、サーリアが仲間になるところだね。じゃあ今回ウードを使っていこうね。ここをやっていこうか。サートに隠された宝を狙う怪しげな男の前に、個性的な謎の戦士が姿を現す。伝説の真剣ミストロティンを求める両者の戦いの行方は。ミストロティンよ。さあ行きましょう。おえ、ゼロ。ここだな、例の噂にあった里は。何のことかしら。私は知らないわ。本当よ。そうか、だったらお前には用はないな。は？あ？あ、こっちクロム？え？ウードとの合流。105とかやばレベル。え、どういうこと？なんでウード、ん？シーダ？なんでシーダいたの？あれ、ゼロがなんか悪者みたいになってるの？その覚醒の時のストーリーを再現させるためにシータが捕まってるみたいな。ん、いや、わかんねえわ。でもクロムが一応主人公なんだろ。じゃあね、まあ、一番、うん、そんな難しいの無理だから。まあ、98とかそんなあんの。いや、これクリアできねえじゃん。じゃあレベル10、これでいこうかな。さあ行きましょう。いや、楽しみだね。レベル105とか。なんで、だって今レベル最高、軍の中で一番最高がいくつだろう。40いくつだったんじゃない。50すらいってるやつ一人もいないからな。いや、ほんとやり込まなきゃクリアできねえやつか。いろんなゲームあるからな、なかなかやれねえんだよね。さあ、これは敵兵長の撃破およびリズの撃破。リズが敵ですか。じゃあということで、リンダとかは前回使ったやつだね。じゃあ今回はウード使っていきましょう。天命が下ったか。今回はウードだけね。ああ、いいね。お母さんも連れてって。覚醒組で行こうね。じゃあ。はい。じゃあどうしようか。ティアまで行こう。頑張るわね。これで行こう。で、ウードがね、ちょっとそうだ。バトルを終了しました。ウードのレベルを少しは上げなきゃな。レベル10だったから、相手が。ウードはまあ、金がねえんだよな。あー、そこは、じゃあ、8ぐらい。これでいい？分かったよ。はい。まあ、少し上げとくといいね。よし、これでいこう。またね。じゃあ、行きましょう。よし、行くぜ。フレデリックを連れてきて。さあ、ウード。お、待てよ。リズを、あ、そっか、敵もリズってことは、母さんを自らの手で殺さなければいけないってことか。それは大変だな。ちょっと待って、全然削れないけど、レベルが低いんだけどさ。みんなの
お、あれ、おぼろもいいの。まあ普通に爽快だな。あ、そっか、武器も弱いな。武器も強くする必要があったな。ようやく出番だ。お、すごい、なんかサンダーが出たし。おおおお、ガードしないでくれよ。ほら、うい、異形のもの撃破。俺の闇に触れて生きている奴はいない。イエーイ。さあ、拠点兵長を倒して、どこに行けんだっけ。とりあえずこっちか。じゃあ奥義使ってみよう、早速。あれだ、左手が。手で攻撃しようと思ったら結局剣を振るっていうね。左手を押さえながら結局右手で剣を振るっていう。面白いな。いやー、全然削れねえわ。これはウードが弱いんじゃなくて、レベルが弱い自分が悪いだけです。俺の忠告を無視するから。おーし、ザウ砦兵長がこいつ一応倒さなきゃな。ほら、おい、決まった。かわいいな、普通に。なんかもう一回左手を押さえながら、左手を前に出して右手で振ると。面白いな。よし、いざ。う、所有者の元に収まったの。 OK、 じゃあこっち行こう。ここはこれ槍かな。槍だな。槍ってちょっと大変だな。ここはやめよう。ちょっと待って、命令しよう。フレデリック、フレデリック、フレデリックはこっちへ来てくれ。拠点兵長、承知しました。リズ、リズはじゃあおぼろを倒してくれればいいかな。了解。クロムは、クロムは上の方行ってこう。よし。で、自分はじゃああっちへ行こうね。ルードはこの俺が相手になるぞ。よ、クロム、お前の活躍グレードナイト期待しているぞ。さあ、斧相手、斧相手ならね、まあ倒せるだろう。おら、ピン、まだ倒せない。拠点兵長をとりあえず倒しとく。オッケー。強い。あった。俺の忠告を無視するからだ。無視するからだ。さあ、このいつも倒しといて。オッケー。で、ここ、こいつ倒すのね。何？村人。どういうミッション出てた？もう全然知らない。ウードの、ちょっと、ウードがちょっと楽しくて。ミッションなんて見てらんねえよ。いいぞいいぞ、この辺オーナーだからどんどん出るね、スタンゲージが。オッケー、まだ倒せないこいつは。さあ、連続でスタン。オッケー。砦は正しき所有者の元に収まった。ほら、うまくいきました。まだ倒せないぞ。やりました。いいね、スタンが、スタンゲージすぐ出るね。決まった。決まった。うまくいきました。そしたらなんだっけ、ミッション何が出てるの。ミッションどこで見るんだっけ、わかんない。よし、じゃあそのまま行こう。戦士、この辺倒してくれるのかな。あ、クロム倒したのね。さすがクロム強いね。ね、じゃあクロムはね、下行っておこうぜ。この辺倒しておいてくれ。あー、いらねえからもう。いらねえ、いらねえ。じゃこの辺ソルジャーか、槍なんだよな。あれ、こっち倒しちゃった。よし。フレデリックは？はい。フレデリックはで、ここじゃない、ここ。承知しました。よし。ほら。よし。オッケー。さあ、この選手も倒していこう。お、レベルアップしましたよ。チビン！ドン！ほら。オッケー。うまくいきました。
お、リズオボロ倒した。そしたらリズちょっとね、ウードの方に来てくれ。了解。違う、こっち。違う、リズが違う。ウードの、あれ、そうなっちゃう。まあいいか。あ、ここに村人いるんてか。村人、どうせないんだよ。あれ倒したから大丈夫かな、村人。先生を撃破したから村人が何かくれるかな。村人、味方本拠地進軍開始。え、どこだ。あ、リズ来た。リズとそうちょっとね組んだ。あ、あっち行かなきゃいけないの。しょうがない、行くか。下のところ、さっきのリズが行ったところか。さあここね、こいつらね、こいつを倒したいんだな。よし、行きましょう。リズは、リズをちょっととりあえず食べて、リズとね、ウードの親子のあれを見てみようね。よし、オッケー、行くぜ。ほら、母さん。暗黒球、ダークライトソード。俺たちの出番のようだな。相棒よ。おお、いいな。行くぞ母さん。お、すぐ止まるな。リズムを貯めて、で今度はリズ側で打ってみようかな。ミッション成功。倒した。ここは何もないから。これは敵の率だね。おっと、あ、出てきました。ドン。私だって強いんだからね。強いんだからね。ミッション開始です。さあ、なんか音楽変わったぞ。さあリズ顔でじゃあこいつ撃ってみよう。はい、俺たち選ばれし親子に敵はない。俺たち選ばれし親子に頑張っちゃうよ。私たちがスババーンとやっちゃうよ。うお、かっけえな。こっちの方がいいね。リズがメインのがかっこよかったな。相手が悪かったぜ。さあ倒したん、この辺は。あ、クロモが来た。オッケー、そしたら黒もこっち来たの。今どういう状況。あ、そっか、てかあっち行こうぜ。あの上の塔をさ倒しに行こう。黒もはこれ何やってんの。まあいいや、こっちだ。ここ降りて、ここだ。こいつを倒そうぜ。ほら、よし、いいぞ。クロムがじゃあ村人はここにいるん。どうすりゃいいんだ、こいつを倒せばいいんだか。よし、よし、これ大丈夫だろ。フレデリックは今そこ倒してあるね。はい、あ、リズがここにいるんか。じゃあいいよ、フレデリックは。承知しました。ここ、うん、でウードがじゃあリズのとこ行こう。今からこのまま上行こうね。一回急いでください。味方本拠地はクロムに全部任せて。ほら、ミッション成功です。ありがとうございます。あの、よろしければこちらを。何もらえたん。やりましたね、クロム。何もらえたの。村人何置いてったん。あ、てか久しぶりにクロム使うな。ほら、うまくいきました。よし、で村人は何置いてったんだい。わかんねえな。でそしたらクロムは上行こうぜ。リズのところへ。よし、うん、よし、この程度では止められんぞ。さあ行くぞ。じゃこれでリズを倒して終わりかな。戦隊撃破。冷たき無慈悲の刃で悪を断つ。さあこれリズ、じゃあ覚醒しようかな。これぞ血の定め。
うおお、母さんやめてくれ。おおおおおお、リズがブラックライトソード行けて漆黒のウド。いやー、母さんを倒してしまった。これも皆様のご活躍あって闘技場。いや、いいね、ウードも普通に楽しいね。さあ、勝利ポーズどんな感じ？烈火剣レイジングファイヤーソード、双炎剣ブルーフレームソード、赤白剣ゴッテスオブドーンブレード。見たか、これが漆黒のウードの力だ。全部聖堂の剣です。我が腕に封印されし聖なる英雄の血の力を止められる。おいまだ喋ってんだろ、ひでえな。素晴らしいですね。まだ喋ってんのにカメラを切るな。見たか、これが俺の実力。おいえ。この程度、俺にとっては当然だ。聖堂の剣。楽しいね。お、絆。あなたとはもっともっと仲良くなりたいな。絆をより強く感じる。こんなに嬉しいことはない。親子だろ。リツのへそくり袋を手に入れましたぜ。ウード戦場に出現。お、待て、なんだお前は。俺は神に選ばれし者。血が騒いできやがった。ずいぶんと俺の知り合いに似ているやつだな。相手をするのは面倒。あの立ち筋は。お前は何者だ。俺の名を知りたいのか。いいだろう。俺は異なる時間軸より来たる選ばれし希望の戦士、ウードだ。ウードって言った？なんだか知らないが、いろいろ危なそうな野郎だな。危なそうな野郎。俺の目的だけ達してさっさと逃げるとするか。敵増援出現。リズ戦場に出現。ほう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 。で、こいつを倒すとウードにありえるよ。え、じゃあ何？ゼロが、この、このマップではなんかゼロが悪役みたいな感じなのかな？ゼロはもともと覚醒にいないからさ、ロンクーと話してるみたいだよね。こやつだよね。はい、ということで、まあこれ以上は別に動画ではやりませんけどもね。ウードを今回使ってみたということで、いやー、楽しいね。そしてウードのね、この、中二病チックな感じがまたまた面白い感じでよかったですね。はい、ということでじゃあ今回はこれで終わりしたいと思います。よろしいですか？で、皆さん、さよなら。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあね。